児童相談所虐待対応ダイヤルです。多摩南児相の坂本です。新米児童福祉士が目にした子どもたちの姿、お家に帰りたくなければ帰らなくてもいいんだよ。しかし連れて帰りますよ。父親による暴力から子供の気持ちを考えてください。懲戒権乱用です。小さな命を救え、心の声を聞き逃すな。パパに叩かれたのは嘘です。全部自分でやりました。ごめんなさい。子供に寄り添う心すらない奴が子供の命を預かるな。映画189、どんなことがあっても必ず守れよ。今日は映画189、これいち早くって読んだ方がいいですか？はい、あのどちらでも、はい、189はいち早くという意味があるってことを分かっていただければということで、はい、その映画を、今月ですね、もう今月になりました、10月15日、これ土曜日ですね、はい、えなし明知町にあります楓ホールで映画の上映会、エナでの上映会を行うということで、その主催者、小林恵里さんに、今日はインタビューをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、小林さんが、この映画189、いち早くに、取り組もうと思われるきっかけというか、その経緯を教えてください。よろしくお願いします。まずこの189という映画は昨年の12月の年末に2週間あのイオン系列で全国ロードショーされた映画なんですね。で、主演が中山優馬、ジャニーズの俳優さんなんですけれども、で、そのちょうど12月に私あの大阪のユニワという少年院と、とか、刑務所から出た若者たちが運営している食堂に、そこがカキフライが売りなので、カキフライを食べに行ったんです。ね、その時に、そこの、経営者の黒川洋二という友人なんですが、黒川さんと、あともう一人、精神科の訪問看護とか、保育園をやっている友人がいまして、エリちゃん、189っていう映画知ってるっていう話をその食堂で聞いて。で、ちょうどその翌日に、エグゼクティブプロデューサーの吉野さんを呼んで、ラジオの収録を撮るから見においでよって言われたのがきっかけで、189という映画を知ることになったんですが、恥ずかしながら、私、学習塾をエナで26年間やっていますが、189というダイヤルとその意味をその時まで全く知らなかったんですよ。で、それでそのラジオの収録に行って、ラジオの収録を聞いて意味がやっと分かったっていう。ね、まあラジオ収録が終わってからそのプロデューサーなり友人たちと話をしていく中で、あ、そういえば私子供の頃、今で言うネグレクト、育児放棄の家庭だったので、私はこの映画を見なきゃいけないなと思って、私はその児童相談所とかにも入らなくてもよかったし、その後もいろいろありましたけど、今こうやって自分でやりたいことをやれる大人になっているのは、やっぱりその、周りの大人の人たち、学校の先生の言葉かけがあったからだと思っているので、この児童虐待かもっていう、その、思った時に110番や119番のようにかけられるダイヤルがあるってこととか、その、今その虐待をあった子どもたちがどういう状況になっているのかっていうのは知るべきだなと思って、映画を見に行ったのがきっかけですね。そうなんですね。いかがでした？映画を見られて。189という映画は、
虐待にものすごく焦点を当てているというよりは、その児童相談所で、働いている新人の、相談員がいるんですけど、ちょっと正式名称忘れちゃって申し訳ないんですが、その新人のその保護司さんというか相談員が奮闘する姿を描いているんですね。で、その中で、確かに、千葉県の方で、本当に起きた、その、本物の事件を、ベースに作っているんですけど、なんだろうな、その虐待をしている親も、実は、何か、こう、いろんな、過去のいろんなものがあって、知らず知らずに虐待をしてしまっているんじゃないかっていうようなメッセージも含まれている。虐待をなくしましょうとか、虐待今こんなにひどいんですというよりは、事実を淡々と、どういうふうに虐待が起きて、で、その後子供がどういう状況になるのか、で、大人がこうちゃんと見ていてあげないと、やっぱり小さな命を落としてしまうこともあるし、助かることもあるっていうことをしっかり描いた映画なんですね。で、私たち虐待に関心がないというよりは、わからないって言った方がいいかなと思っているので、私自身も先ほど言いましたように、ネグレクトの過程だったなっていうのは今だから思うんですけど、親も育児放棄していたなんて思ってもいないし、もしかしたら虐待してるって思ってない人の方が多いと思うんですよ。だから、189は、虐待受けている子供もかけられるし無料なので、周りで見てて、もしかしたら虐待じゃないのってこう、もしかしたらでもかけれる。匿名でもかけられる。間違っててもいいっていう番号なので、だから、本当にそれを知らせたいっていう映画だと思います。そういうことなんですね。まあ、やっぱりね、虐待っていうことについて、ね、知らなさすぎるというか、ひょっとしたら無自覚であったり、なんですよね、きっと。ちょっとね、僕もよく、本当にその、実感としてよく、わかんない部分はあるんですけども、ひょっとしたら、虐待をしているであろう、親は、きちっと、厳しくしつけてるっていうような感覚なんでしょうかね。ね、虐待っていうと、なんかこう、厳しいしつけって思うだけか、だと思うじゃないですか。うん、暴力振るったりとか、虐待って、無関心も虐待なんですよね。まあ、子供に無関心で、うん、何もしてあげない。うん。まあ、今でいうところの、ほったらかしとか、ネグレクトとかいう、そうですね。また、ほったらかしとネグレクトもまた、まあ、ちょっと、ほったらかしとネグレクトもまたちょっとね、うん、本当に紙一重なので、だから、虐待って難しいと思うんですよ、判断するのはね。うん、でも、その難しいところでも子供傷ついてるかもしれないじゃないですか。で、私の場合は、学校の先生とか、友達のお父さんお母さんね、よとか、おじとかおばとかが、なんだろう、生きていくために必要なことを教えてくれた。別にお金をあげるとか、食べ物をあげるとか、そういうのではなくて、これはやらなきゃいけないんだよ。あなたにはこういう可能性があるんだよとか。こう、私に生きる力をつけてくれたので、そうですね。ニュースになるようなことにはならなかったっていうか、虐待だったってことも分かってないし、親も虐待したと思ってないし。だから、本当に虐待の判断って難しいと思うんですけど、でも社会が、地域が、本当に身の回りの人がちょっと、例えばね、おはようって声かけてくれるだけでも違うんですよ。あ、このおじさんおばさん私気にしてくれとるんやと思うだけで幸せなんですよね。だから、そういうことを、映画を通して、こう、
少し考える機会を持っていただけられるような映画じゃないかなと思うんですね。はい。そうですね。まあ今ね、虐待ということと同時に、まあ、私が使った言葉の中で、ネグレクトとかね、ほったらかしとかね、まあ、いわゆる放置とかね、うん、いろんなことが、まあ、紙一重だったり、微妙に違ってるとか、そういうことが、曖昧で、多くの、まあ、普通のね、まあ、世間一般の人にとっては、まあ、無自覚であったり、知識があまりなかったり、うん、うん、でも逆に言うと、その周りから見て、あ、ちょっと、これ、この子、人のとこのうちのことをいろいろ言うのいけないけども、でも、ちょっとダメじゃないっていうのもね、感覚としてはあるかもしれないし、その逆に今、小林さんおっしゃったように、地域のおじさんおばさん、お兄ちゃんお姉ちゃんが声をかけるっていうね、うん、そう、地域で。そうすると、ひょっとしたら、いろんな境遇にいる子供たちも、あ、自分のこと見ててくれる人がいるんだっていうね。うん、そういう、ところのことについて、いろんなことを要素を含んで、なおかつ、それを、まあ、事実をベースにした映画。まあ、ドキュメンタリー、ノンフィクションのドキュメンタリーではないけれども、まあ、事実をベースにした、そして、まあ、劇場の映画として、劇の映画として、まあ、見ることができるって、そういう内容。そうですね。という。カモン郁夫という人が監督なんですけど、はいはい、カモン監督が、その映画を作るまでの間に、ものすごくいろいろ調べてるんですよ。で、なぜ虐待が繰り返されるのか。だいたい虐待をしている親というのは、さらにその親から、虐待に似通ったようなことを受けている人が多いんで、で、私、カモン監督に、エリさんも、もしかしたらお母さんそうだったんじゃないのって言われたんですよ。そうしてみると、うちの母もなかなか複雑な家庭で育って、家を出ておばあちゃんたちに育てられているので、ああ、だからそういうところで寂しさがあったりとか、こう未成熟な部分があったんだろうなってことに気づかされて、で、私は、監督にも言われたんだけれども、エリさんは本当に周り人の愛情をもらって、今こうやって自分はそこから抜けられているけれども、うん、エリさんが次は今度お母さんをそこのなんか見えない鎖からほどいてあげられるかもしれないね、なんてこの間言われて。うん、だから監督自体も本当に今、本当に世の中こんなことになってるんだってことで一生懸命調べて自分でもこういろんなところへ行ったりとか取材をしたり調べたりした結果作った映画なので本当にね思いが監督の思いも強いですね。今全国本当に飛び回ってプロデューサーと上映会をして、まず189を知ってもらう。で一番の目的は、189を知ってもらうことじゃないんですよ。この映画の目的。うん、何だと思います？何なんですか聞かれてもうペン聞き返すというのもちょっと失礼ですけど、何なんですか、うん、?189 のならない世の中にするために、今私たちが何をすればいいかということを考えようということなんです。まあ、知ってもらうことの先にある、そういうことが起こらない社会にしたいんだけど、そうするためにどうしたらいいかということなんですね。そうです。そのためにトークショーと一緒に上映会を、まあ、全国本当飛び回ってるんですね。いや今監督さんのお名前出ました、カモンさんという方ね。はい。私は割とミーハーなので、どんな方なのかなって、経歴というか、これまで作ってらっしゃった映画とかね、演出されたの見たら、めっちゃあれじゃないですか、ジャニーズの中でも、あ、もう今ジャニーズじゃないけど、スマップの草薙さんのいい人とか、はい。ヒーロー、キムタク。キムタクのヒーローの。ヒーロー演出とかね。はい、ヒーローの、第8話。1番の視聴率を取った時の監督です。あれ、監督が毎回違うみたいなんですね。ね、僕ヒーロー大好きなので、チェックしちゃいました。そうなんですね。でも、だからかなり逆に、もう本当、まあ、エンターテインメントというかね、まあ劇映画なんだけども、
ものすごくその裏にあるものをちゃんと調べてやっぱり作ろうっていうね、そういう方なんだなってことをね、全然お会いしたことないんですけど、でも今度その方、えなね、明智にいらっしゃるんですよね。はい、来ます、はい。ということでね、ぜひぜひ、日にちは迫ってますけど、これが流れる、テレビ的にね、ケーブルテレビ的に流れるのは10月9日、はい、以降なので。約1週間後になりますね。はい、なので、でも明智の、楓ホールでありますので、ぜひ、ね、いろんな秋はイベントが多いですけど、ね、はい、その合間を縫って、午後ですね、確かね、1時間から。ね、本当に子供の笑顔が私の究極の目標なんです。うん、で、そのために、その根本に潜んでいる虐待だけではなくって、やっぱりその私たち自身もそうだし、私たちが子供だったり、例えば職場の同僚だったり、部下にも、結構、なんだろう、あんたなんかそんなことできるわけないわよとか、どうせ私なんてって、これも虐待だって言うんですよ。それをずっと自分たちに声をかけてると、そういう風になっていってしまうので、考え方一つ変えようよ、言葉かけ一つ変えようよっていうトークショーがあるので、それで考えてもらうと、やっぱり子供だったり、大人も、こう、ちょっとシフトチェンジをできて、もっと、たくさんイベントね、他の楽しいイベント、もっと楽しめると思うし、これからももっといろんなことにチャレンジできるかもしれないし、本当にね、ぜひ見て、映画を見て、私たちのトークショーに参加していただきたいなと思います。で、カモン監督、明智鉄道に乗るのがすごく楽しみで、ずーっとツイッターで明智鉄道に乗りたい、明智鉄道に乗りたいって言ってたので、この間東京で、そんで明智鉄道に乗るのって言ったら、僕乗りたいって言ってるじゃないっていうか、ちゃんと、時刻を送りましたので、明智鉄道に乗ってやってくるそうです。いやなかなかね、映画っていうのは今ね、DVD とか、あるいは、オンラインでね、いろいろ、見ることもう映画って言わない、なんか、劇場でね、そういうホールで見るっていうことが、もうコロナの関係もあるんだけど、本当に少なくなってしまって、なんかプライベートに、なんかパソコンとかスマホとかテレビでね、見ちゃうみたいな、そういう感じがあるんですけども、やっぱり、その大画面の、迫力ってね、虐待の映画で迫力あっても、本当ちょっと、あれなんですけども、なんだけども、本当同じ空間でみんなが見て、そして、その作った人の思いが聞けるっていうかね、監督さんやね、プロデューサーさんのお話が聞ける。その上で、いち早く189という番号を知ってもらうことと同時に、その先にある、そういうことが本当に減ってくるっていうかね、少しでも悲しい事件が起こらないような世の中になっていくといいという願いが込められているということでしょうかね。そうですね。子供はみんな愛されて生まれてきてますから、生まれるときはね。いや本当、なんかね、よく言い古された言葉で、どうかなと思うこともあるんですけど、虐待ってね、やっぱ連鎖するっていう言い方もね、よくしますからね。やっぱり、親っていうのは自分が育てられたように子供を育てるとかね。なんかそういうこともね、必ずしもそうとは限らないことだってあるとは思うんですけどね。確かにひどい環境、ひどい境遇で、育っても、ね、自分の子にはそういうふうには、って言ってね、ちゃんとそういう場合だってあるし、いろいろあるとは思うんですけども、でも、実際には、最初にちょっと言葉出ましたけど、オレンジリボンのね、取り組みとかでも、聞きかじりで申し訳ない。栃木県でしたっけ？小山市でしたっけね？確か。で、始まって、そこで二人のお子さんの命が、やっぱり虐待によって、失われるっていうところから始まってるっていうことをね、これも本当ネットで調べたぐらいの聞きかじりで申し訳ないですけども、でも、ね、もう川から子供を放り投げて、
もう絶対死んじゃいますよね。でも、それでも、なんか厳しいしつけみたいに思う大人がいるっていうところにびっくりしましたけどね、本当に。私、真冬にそうやって今言われて思い出しましたけど、うん、真冬に雪の中放り投げられましたね。そういえば。ちょっと今言葉が失いましたけど、いや、笑って喋ってらっしゃいますけどね。でも、本当ね、一つ間違えたら本当命ね、関わるんですからね。そうですね。うん、あと、もう一つその189を知るきっかけになった、はい、先ほど言った少年院とか、刑務所を出た若者たちをサポートしている黒川さんなんですけど、うん、彼がいつも言うんですが、少年犯罪とか若者の犯罪の犯罪者のほとんどが虐待経験者です。で、6歳までにその愛着形成、つまり母親や父親にしっかり愛情をもらえなかった子供たちが、18歳から20歳ぐらいで、しっかりと納税者になる確率、割合っていうのが今 30% っていうデータが出てるそうなんですね。で、岐阜県は、10年前は、虐待相談件数220件だったんですが。あ、これは 1年間ですか ?1 年間で220件だったんですけど、はいはい、今2200件まで増えています。10倍じゃないですか。そうなんです。で、コロナ前とコロナ後で 1.6 倍に増えているので、で、これは全国のグラフと比べてもほとんど同じような動きをしているんですね。だから子供が減ってきているのに虐待件数が増える。で、虐待件数が増えるってことは、愛着形成がなされない子供が増える。うん、そうすると、大人になった時に納税ができるような働き方をできてる子が、どんどん、納税ができるぐらいのちゃんと就職ができる子供たちが、どんどん減るってことですよね。そうですね。うん、30% だから、納税できない子が増えていくってことなんですよ。うん、まあ、納税ということイコール、まあ、なんていうかな、学歴過ぎたら自分なりの何かこう見つけてこう働くとかね、うんうん、社会の中で何かこう生きていくこう手立てをちゃんと持つってことができない子が増えていくってことなので、だからこれは本当に虐待だけではなくて社会全体にもつながっていることなので、うん、この虐待っていう言葉を取っ払って、うん、10年、20年後の、その、日本で私たち大人がね、うん、あ、自分の子供や孫たちが、嬉しそうにやりたいことやれてんなっていう、世の中作るためにどうしたらいいかの、考える一日にしていただけるといいかなと思います。はい。僕が、はい、わかりましたって言って、僕がわかったりとないんですけど、ぜひね、このね、今のインタビューをね、聞いてくださっていらっしゃる皆さん、まあ、ケーブルテレビ、エナで言うと、このエナコチャンネル、それから YouTube でね、YouTube だとね、このエナ氏だけじゃなくて、こう幅広くね、もっと見ていただけるので、はい、それから、映画界、エナでの映画界は確かに、10月15日でね、その日で、ね、すでに中津川市では7月の末に、7月31日に、はい、ね、開催しました。なので、まあ、なかなかね、この地域で、そう、複数回の上映っていうのは難しいかもしれませんけども、ぜひ、また、このね、情報をね、ネットで、YouTube でご覧になった方は、またどこかでね、こういった、何か取り組みがあったり、あるいはこの映画の上映会があったりしたときに、あ、この話だなとかね、思ってくださる方がまたね、あるといいなというふうに思っております。はい、私もそう思います。はい。ということでね、貴重な時間をね、はい、取ってくださいまして、本当にありがとうございました。すいません、ちょっと話が下手くそで。あ、いえ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 。大丈夫です。ありがとうございます。あとはなんとか編集します。それと、もう過ぎてし、これ放送するときには過ぎてしまうんですけども、10月、今、今日現在はね、10月の実は1日なんですけども、10月の2日、日曜日の午後ですかね、小林さん、フラメンコやってらっしゃるんですか？やってます。実は、今日のね、警報ホームニュース。警報ホームニュースがありまして、これに、出てます。記事が。そうですね。鹿島、明治座マルシェ、フラメンコライブも同日開催ってね。
すごいじゃないですか。またそれはそれでなんか、ちょっとあの取材させていただきたいなと思って。ありがとうございます。はい、フラメンコね、あの時間の許す限りあと 2,3 分ちょっとお話伺おう。なんでフラメンコなんですか。なんでなんでしょう。あの35歳の時に急にフラメンコかフラダンスやりたいと思ったんです。いやあのフラはあの出てますけども、片やハワイ片やスペインですけど。でまあ、あのたまたま近くにフラメンコ教室があって15年ほど在籍して、はいはい、で5年前にそこを辞めまして、はいはい、それから本当にあのオンラインでスペインのスペイン人の先生から歌を習ったり、はい、でそこに住んでいる日本人の先生に教えてもらったり、はい、でアマチュアながらこうフラメンコを、エナ中津川は音楽の街なんだけれども、うん、フラメンコをやってる人がほとんどいないので、フラメンコを知らない人とフラメンコで遊びたいと思って、うん、年に1、2回自分で主催でライブを中津川でやってますし、それから、最近は、東京に呼ばれたり、はい、この間189の本当一番初めの上映会は、兵庫県の尼崎でフラメンコライブと掛け合わせてやったんですね。だからものすごいなんか、あの想像するに絵がなかなか浮かばないでも結局あのコロナで音楽芸能芸術分野はいわゆる虐待に合ってるようなもので、でもそんな中あの本当にいろいろこうなんていうんですか、アイディアとかいろいろ苦労しながらもプロでフラメンコで食べてっているアーティストたちを、うん、の姿も見てもらいたかったんです。あ、そうなんだ。うん、で結局フラメンコをやることで、私はあのプロでもないしそんな上手でもないんですけど、フラメンコってこう心の表現なので、あ、人とのつながりだなと思って、うん、あの私は人とつながるためにフラメンコをやってる。コロナでね、いろいろあの芸能芸術やってる人が虐待に遭ってるっていうね。あ、まあ僕も虐待に遭ってるとまで思わなかったけど、もうお仕事が、ほとんどすっ飛んじゃって大変な時期もありました。まあ今でもそれは続いてますけどね。そうですか。ぜひぜひ、じゃあそれも頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、フラメンコ。スペイン人の先生から習ってるって、それスペイン語なんですか？スペイン語で一応通訳がついて。あ、通訳ついてね。いや、スペイン語ってのは、あの、アミーゴとか、カラムーチョ、あ、カラムーチョ違うかな。なんか、よく、ね、ね、そんなのしか知らないけど、ね。はい、とりとめない話になってしまいました。児童相談所虐待対応ダイヤルです。多摩南児相の坂本です。新米児童福祉士が目にした子どもたちの姿、うん、お家に帰りたくなければ帰らなくてもいいんだよ。しかし連れて帰りますよ。父親による暴力から、子どもの気持ちを考えてください。懲戒権乱用です。小さな命を救え、心の声を聞き逃すな。パパに叩かれたのは嘘です。全部自分でやりました。ごめんなさい。子供に寄り添う心すらない奴が子供の命を預かるな。映画189。どんなことがあっても必ず守れよ。